彼の右に出る者はいないほどのオタクライバー八代キズク。レトロゲームから最新ゲームまで全てが揃う彼の自宅では、梅雨の湿気にやられたあの人がぐったりしてるようです。わかる。あー辛い。あーこの梅雨のジメジメした感じやらんよな。やる気出ねえな。は、今日ヤシキズやる気ない感じなの。あーやる気ねえよこんな。お友達に部屋ぐちゃぐちゃされても知らんぞ。いやちょっとそれはちょっとやめて、引っ越したばっかりだからさ。いやいやいや、まあ、この部屋もいつかはね、ああなるよ。いやああなるって、いやまだ乗ってないからね。まだ乗ってない。どこから来るんだ。いやいやもうやめてくれ、本当にもうトラウマなんだって。なんか変な予告みたいなあったし。来た来た来た。ああ来てしまったか。今度は誰だよ。本当頼むよ、まともなの頼むよ本当に。あれ誰もいないんだけど。なんで？ええいたずら？あれ？え誰もおらんけどね。えドッキリじゃなくてお前の。おいやめろ、いるわけないだろお前そんなのが。好きすぎて。いやだよ、お前がいける。いやいやなんでやねん、おかしい。いやここに時間かけなくていいんだよ。確かに確かに、はいはい、もういいやね、はいはい。じゃ頼むよ、実物。ほらめじや。なんだお前ら、死んだのか。おい、入れねえぞ幽霊は。帰っていいぞ。帰っていいぞ。いや、それ持ってるんだったら幽霊でも入れ。まあ、しゃあないなこれは。はい、今日もお友達が来てくれました。この二人でーす。よりみ、レナだあれそんなのレナだ。そしていやーゲーム下手だから呼ばれないと思った正直に言うとその懸念は何のゲームにしようかみたいな、何のゲームにするかは迷ってます今回のお友達はこの2人、うんち教幹部のよるみさんと収録時間の鍵を握る博士さんだ。はい、それではよるみちゃんのプロフィールを見ていきます。はい、うん、こちらがよるみさんのプロフィール。ん6番目ウーバー頼んで間近になって配達できない？マジか。え、ここだけの話、二次三次のスタッフさんに言いたいことをズバリ。はい。公式番組ちょうだい。ちょうだい。素直でよろしい。レナちゃんどういう番組がいいとかあるの？確かに確かに。いやもう考えて、もうビジョンは考えて。マジで。本当？本当だよ。本当？本当ね。喋ってもらっていい？椎名先輩と彩花先輩と私で、うん、ジだね、心霊研究部っていう部活を作って。なんかコックリさんみたいな石板あるじゃないですか。怖い怖い怖い。あれに私と椎名先輩がなんか今日のお題みたいなのもらって、うん、上のコックリさん役のチャイカ先輩が何かしら指示を出して、うん、へーってなったりとか、条例グッズとかなんかいろいろ教えてくれる。ちょっと個人配信でやってもらおう。やばい。夜見れなチャンネルで。はい、次行きます。一つだけ願いを叶えられるなら、はい、過去に戻りたい。なんでなんか思い残したことがあるの？みんなって過ちしたことないの？なんか怖い怖い怖い逆にあるの？逆になんかあの時恥ずかしかったなってない？あまああるよ、うん、でもまあそれも含めて人生じゃないの？うわ深い。いやちょっといらん深い話した今のリプレイリプレイ入れリプレイそれも含めて人生じゃないの？それも含めて人生じゃないの？いやでもなんか毎回思い出すたびになんか、うん、顔面真っ赤になる。ああフラッシュバック、ある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 、それはわかる、うん、いやでもそれも人生でしょ。10年後の自分に一言。老後に向けてそろそろ貯金を始めようね。10年後や貯めてます？貯めますね、限りなく。貯めてる？我
彼らはまだね、若々しいから現に 今に生きてる。そうだよ、おじちゃんはどうですか。おじちゃん、お兄さんって言いなさい。29はね、まだね、早いんですよ。この沈黙やめてくれるかなあ、若いやつら。おい、ありゃ、この番組見てる29歳おじさんって自分のことを言うなよ。お前らはまだお兄さん。お前らはもうおじさん。やめろやだ、まだ30じゃないもん。右ストレート。でも30ディスってわけじゃないんだ。30もこれからや。29はおじさんなのかな。27はセーフですよね。まだですよね。2人で協力して簡単なゲームのお題に挑戦。しかし2人には難関なあるルールが立ちはだかる。八代と佐々木の2人で仲良くできるかな。はい、ということで今回はバルーンファイトでですね、協力プレイをしていきたいと思います。やったー。協力ですよ。なんかこれも懐かしいね。うち一人プレイのなんかスコアのやつしかやったことないから。今回2人が挑戦するのはファミコン初期に発売された傑作バルーンファイト。協力プレイなのに喧嘩になりがちなこのタイトルで2人で仲良くできるかな。ちなみに今回佐々木さん、いらない情報だと思うんですけど、対戦相手っていうか、味方の風船割ると1000点入ります。まあ大事だ。敵の風船割ると500点とか。500か、なるほど。いらない情報でしたね。あ、そうだね、500コツコツやな、はい、バルーンファイト2人で合計10万点ゲットせよ。うちが青の風船か。そうですね、で僕は赤ですね。これを上からトンってして。そうです、そうです。難しい。あ、なるほど。ちなみにこれ倒れたやつでこの敵にぶつかっていかないと。なるほど、なるほど。ナイスです。あ、なるほど、コースがあるんだね。あります、あります。早業しちゃった。ザコが強い。いや、ザコが強いんですよね。ナイス、任せてください。え、ちょ、やばいって。大丈夫ですか、佐々木さん。やめてやめて。佐々木さん、佐々木さん、残機が。そろそろやばい。そろそろやばいですよ、佐々木さん。これ、風船一個は。お前やったな。お前やったな。知らないんですけど。いや、知らないもクソもないよ、ちょっと。あ、魚が食べてくれたな。俺の風船は助かる。あ、これあれですね、ボーナスステージですね。ヤスキーズスコア低いって。いや、お前のせいだよ。なるほど。でも左側いるんで。あー、なるほど。あの、いや、こっち来なくていいって言ったよな。また右行くわ、じゃあ俺右。おい、あ、やった。あ、なに、あ、違う違う違う、協力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 だからね。協力協力、なか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 上取ってる方が、ジャギさんにこれ上取ってる方が有利やから。そりゃそうだな、そういう話やな。あー、あれ、これいけるんじゃないんですか。ここでヨルミさんのお土産タイム。かなりやばいものを用意したらしいですが、果たして行ってや。じゃあ、二人とも、はい、手を開けてください。はい。え、もういいの。うわー、メロン。メロン、めっちゃ高級そうな箱。マジ美味しそう、これ。やばい。1万3000円。何買わせてんだ。すごすぎ。やばすぎ、高い。食べたくて、私メロン好きなんですよ。なるほど、うん、食べたくて頼むのやばいね。いや、正直だけど、うん、でも佐々木先輩、メロン好きじゃないって聞きましたよ。え、なんで知ってんのに頼んだの。あの俺たちの配慮より自分の欲望優先してる。でも大丈夫、そんな。え、佐々木先輩には。え、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 なに、なに、なに、目を開けて。うわー、やばい。え、配慮の鬼。イチゴじゃないか。ストロベリー、これ。しかもめちゃくちゃ色がいい。めっちゃ美味しそう、それ。早く食べよう、早く。急に乗り気になる。メロンさばき。ではどうぞ召し上がってください。いいですか、じゃあまずメロンいただきますよ。メロンどうぞ。はい、汁がやべえ。あんま、あんま、あのさ、メロンのあのなんていうんだろう、微妙な部分あるじゃん、硬くて。あんま、そういうのが一切ない。香りがすごい、本当にコーヒースなメロンの香りがする。うますぎる。
じゃあ、いちご。じゃあ、甘おう、いきます。甘おう、おはこう。食べたな。どう？喉が潤いました。味は？水飲むも同じこと出るわ。水飲むか今から。それくらい。あ、なるほどね。みずみずしいってことね。めちゃめちゃ美味しい。やりやー。じゃあゲストのお二方も召し上がってください。どうぞ。いただきます。いただきます。うん、美味しい。うまいと美味しい混じっちゃった。美味しい。やっぱ買ってよかったな。食べなかったのスタッフだけど。レバーガチャ大パン。マジでいい体験させてもらいました。どう、まったりしてるのはここまでだ。いけ夜に。ヤシロさんよ。女三人に囲まれてうわうわ気分になってんじゃねえぞ。この浮ついた気分を叩き落としてやよ。このゲームで興奮が上手くよ。今回4人が遊ぶのは2006年に発売されたスーパーマリオストライカーズ。マリオ、ルイージ、ヨッシーなどおなじみのキャラクターが登場するサッカーゲーム。その特徴はタックルあり、アイテムありと何でもありのゲーム性。今宵最もゴールネットを揺らすのは誰だ。いざキックオフ。はい、なんとスーパーマリオのサッカーのゲームということで。サッカー。私実はこのゲームやるの初めてなんですけど。あ、一緒です。初めてですね。まずはこのゲームの経験者である佐々木さんと、とりあえずゲームなら何でもこなしちゃって困っちゃう八代さんが対決。よし、じゃあ行きますか。行くぞ。頑張れ。ほら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 。ナイス。カサリン強いな。行くぞ。カサリン。おー、行った。いや、これでパスで回していってね。あ、やばい。よしよしよし。めっちゃうまくない？ねえ、ちょっと待って。めっちゃうまいんだ。セイセイ。いた。誰よお前。俺だ。何？え、うまい。キーパー強くね。うまいな。よし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 。いけいけ。やばい。いくぞー。決めろー。ほっ、ファッタッチ。どうだこれ。よし。え、よし。あー、防いだ。ナイスキーパー。やっぱ防ぐんかい。両チーム、なかなか決めきれない状況。しかし、ここで八代さんにチャンスが。きたー。難しいな、これ。決まったな。やべ、取れろ。これ決まったの。もう一発決めてやる。ファイヤートルネード。ファイヤートルネード。止めてる。止めてる。マジかよ。止める。ちょっと待って。待てよ。で、ほら。あ、マジか。あ、何したの？アイテム使いました。アイテムがこれ。アイテム何キーだっけな。あ、アイテム X か。オッケー。やばい。でか。でも目回しやがる。ざまねえな。お、めっちゃパスするやん。うん。なよ。なんでこれ。え、なんで。実にサッカーゲームらしいプレイで八代さんが先制。ゴール。これ行ってみたかった。行くぞ。おいや。行った。とどめさせてやるぜ。お。キーパーにやったタックルできない。めっちゃタックルするこいつ。え、なんで。かっこいい。すっ、あ、すごいかっこいい。当たるよ。パラリア、パラリア、パラリア。来いよ。急にスピンにはまる佐々木さん。ここでチャンスが。やばい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 。危ない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 。行こう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 。オッケーオッケーオッケー。やめろ。おら。どうよこれ。これやばいな。勝ったんじゃないの。やめて。決まれ。やめて。やめて。キーパーなんだこれ。2点入るサッカーって何。スーパーストライクを決められ後がない佐々木さん、ラフプレーが目立ち始めます。やばい、熾烈だぞ。やばい、やばい。どうだこれ。いってくれ。いや、危ない。佐々木さん、まだまだ逆転もあるぞ。しかしここで思わぬゲストが。
あら、ちょっと妨害が、妨害が激しい。怖っ、やばいね。何ちょっとマリオカート始まったんだけど、ちょっと待って。あと1分だ、あと1分。やばい、これやばい、どれ、なんかいるんだけど。お祭り騒ぎ始まった。どれやばい、やばい。ちょっと、なんか傾いてない、傾いてる、ちょっと。本当だ、ゲームなのこれは。傾いてる、やばいやばい。ほら、あ、やばい。いけ、やばい。ナイス。あーナイス、消えさせてくれ。あーなんか言う、なんか。いけ、クッパーって、何邪魔してんの、誰の。クッパ邪魔してんだよ。誰の味方だ。あとは時間かかるよ、おかしらぜ。くそー、働けないぞ。いやー、やばい、サボテン、おい、アイテムばらまきすぎだろ。うわー、でらー、よし、あ、終わる、あ、やってよっしゃー、負けたー。これサッカーなのか。ただのサッカーではないことを実感したところで、ゲストの2人が1点取ることを目標に勝負。さあ始まります、キックオフです。私からか、ダメ。さあルイージダッシュ、お、開幕、ルイージ開幕、1点をゴール、目標達成。あれ5秒で、え、本当に話が変わった。え、待って、序盤の先制後、試合は膠着状態。しかしここで相変わらず守備が上手いですね。さあ、決まった、ゴール、うまいですね。あー、 X どこだ、これだ。ボタンを確認しています。そうです、親指で押すのです。下手くそな人間、基本的に場所わかんないから、こう見ながらじゃないと。なるほど。頑張れ。しかしヨルミさん、さらに追加点、3点目。博士さんも1点は決めたいが、なんとサイドキッカー、ハットトリック、3ゴール決めた。マジか、ハットトリックです。ルイージより活躍している。僕のアイテムも2人溜まってるよ。アイテム溜まってるよ。一気に連打する、もったいない使い方だ。さあルイージが防ぐぞ、カウンターを決めたい。よし、走れ、いけ、よし、無情な緑コーラ、無情な緑コーラが刺さってしまった。あ、緑コーラって当たるんだ。緑コーラって当たるんだ。ゲームで振り返って、あの頃を語ろう。発言エモリアル、今回はヨルミさんの発言をご紹介いただきたいと思います。こんにちは、ヨルミさん。あ、こんにちは。はい、よろしくお願いします。それでは、はい、ヨルミさん、はい、初めてプレイしたゲームは何でしょうか。ポップミュージック10を初期プレイしたことがありますね。音楽ゲームを。オートゲーですね。本当ですか。はい、疑いますよ。なるほど、そうですよね。失礼いたしました、ポップミュージックとはどのようにして出会いましたか。パッケージに釣られました。あ、かわいいですもんね。正直かわいいんですね。そう、はい、音ゲーって全く分からず買いました。なるほど、はい、そして実際買って初めてプレイした時の感想はいかがでした。いや、なんじゃこりゃと。音ゲーって分かんなかったですもんね。上から丸い球がいっぱい落ちてきて、うん、それをタイミングよくなんかバーみたいなのがあって押していくみたいな、うん、実際やり込もうと思って、はい、やってたら、はい、友達が興味を持って貸してくれって言われ、はい、貸して借りパクされました。あ、あれやりますよね。やります。いや、ありますよね。僕もパクられました。で、嘘つくんですよね、なんか。え、カセットがどうのこうのという理由でなくしちゃったとか、自分じゃもうどうしようもないとこ行っちゃったとか、そう嘘をついて、じゃあもうその時点でお金請求したらよくないですか。でもだから子供の言い訳なんで、親にチクるしかないですね。そうですね、そうですね。夜にレナ発言への
メッセージ。一目惚れ。私には縁がないと思っていました。あなたと出会うまではね。別れを余儀なくされた瞬間、私の目の前は真っ暗でしたが、あなたのその彩りのおかげでなんとか立ち直ることができました。ありがとう。レバガチャ大パン。4人の実力が分かったところで、いざチーム戦。よっしゃ、行くぞ。やるぞ。あ、ごめん。やばいやばいやばい。開幕やってきやがった、こいつら。シュー！うわー！よいしょ！おい！おい！いた！学んでやがる！おい！えいったー！ごめん。おい！ナイス！これがパワー入る。止まってくれ。いけいけいけ。これパスするわ。くそ。これが取れる。おい！あ、なんかごめん。ナイス！おい！痛いね。あー！シュート決めていいよ。怖い！ボール取ったらもう即シュート取って。いてててて。なんか。おお、なんだそれ。いよ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 。優先優先し、うん、はっ、はい、オッケー、レディー、オッケー、ま、回して、はい、ナイス。あー、惜しい。よいいよ、あ、ちょ、はい、こいつが、お前、反則だぞ。ゴリラ、ゴリラ。お前に足りないの、品性だよ。品性のかけらもないプレイで場を威圧していくゴリラ。その後もゴリラ大暴れ。あれ、うまいっすね。なんだ今のは。バナナに自分から当たるバカしかいなかった。頼むよ、シュート。やめろー。ナイス、ナイス、いいよいいよ、ナイスシュート。ナイス、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 ナイス。博士さんのこぼれ球をヤシロさんが押し込んだ。後がないゴリラ軍団、プレーはさらに大荒れ。なんだこいつ、おい、こいつにボール持たすな。ナイスシュート、ナイスシュート、ナイスシュート。よし、クソ、キーパーになってもらおうか。あ、違うか。いったー、あいつら。何すんねん、こいつ。ふざけんな、マジで。ちょっと待ってよ。お、スタンス、スタンス、ナイ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 ス。やばい、やばい、やばい。ここからさらに追加点を決める、ヤシロさん、博士さん。ざま見やがれ。怖え、こいつら。怖えへんだけど。キツツキがいる、キツツキが。いや、怖いって。おい、なんだこいつ。おい。あっという間にラスト30秒。あと20秒いけるぞ、絶対勝てるこれ。絶対勝てるこれ。なんやそれ。いや、なにこれ。頼む、助けて。イエーイ、オッケー。さっきからずっとキツツキみたいに突っ込んでる。やばい、ほんとに変なやついったよね。なんかボールに突っ込むんじゃなくて、人に突っ込んでたよね。なんかもう途中からサッカーに勝つことより人に当たることに楽しさを覚えてしまう。スマブラやれ。レバガチャ大パン。大パン力の世界一を決める優秀ある大会、それがワールドダークロシック2021。実況担当は私、ヤシロキズク。そして解説は、おいでませ、佐々木作です。おきに、ありがとうございます。おきに、佐々木さんでございます。そうです。さあ、今回の出場選手はヨルミレナ選手です。おっと、これはあっと万全の体調に揉んでいますね、肩を。おっと、ここで時間いっぱいとなりました。ヨルミ選手、一体どんなパフォーマンスを見せてくれるのか、大パンサークルへ向かいます。私の取材によると、ヨルミ選手は、はい、最近言いたいことを叫びながら挑戦するドスへ。言いたいこと。はい、それではヨルミ選手の大パン力測定お願いします。諦めんじゃねえよ。
決まりました。夜2選手の記録は776キロ大パン。なかなかの高得点でございます。高得点出ましたね。さあこちらスローで見てみましょう。お前らが諦めんじゃねえよ。叫んでおりましたけど、 あれは何、どういう、あれはそうですね、チャレンジする私に対して、そうですね、もう無理だよ諦めろというコメントがいっぱい流れるんですけども、そういう時は優しく応援してね。なるほど、約束だぞ、大ぞやられるぞ。776キロ大パンでぶん殴られますよ。900出したぞ、はい、やっと挑戦だ。皆様お気をつけください。はい、ワールド大パンクラシック現在のランキングはこうなりました。以上、解説は佐々木作さん、実況は私八代気づくでお送りいたしました。佐々木さん、ありがとうございました。お気に、失礼いたします。最後強力で、はい、めちゃくちゃ強いコンピューター相手に勝っていきましょう。オッケー、はい、はい、ということで最後は全員協力、レバガチャジャパンで GPU に挑みます。ムムムクー、これ最強なんだろう、スーパースター、レジェンド、レジェンドじゃない、レジェンド、いやー生きるか、え、どれぐらい強いんだろう。まあでもレジェンドだろうね。ちょっとやりすぎて、そうもないことにもなりそうだけどね。そんなに強いの。いや強かった気がする。マジか、いやわかんない、それもそれでおもろいかもしれん。さあ行くぞ。不安は残りますが、いざ勝負。これってもしかして、これってもしかして2点。カメラ止めて、まだ間に合いますよ、まだ間に合います、まだ間に合います、まだ負けられへん、まだや、まだだ、まだだ、うちが全てを取るの、うまっ、え、バナナに妨害、カメラ止めようか、いや、未公開映像にしますやばい、これこそ未公開だ、え、これやばく、しかし悪い予感は当たるもので、やばい、これディフェンダーが誰もいない、ディフェンダーが誰もいない、後ろ固まりすぎやろ、1点でいいってそういうことじゃないんだよ、お前じゃねー、お前じゃないよ、いやあと9秒あるよ、ある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 よ、いけ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 、ありますね、あナイス、もう終わりだよ。5-0。誰が一番強いやつやろって言ったの。まあアマチュアとプロが一緒にやっちゃいかんっちゅうことやな。そうですね。手が狂ってっていうことよ。試合じゃなくなっちゃいましたね。はい、我々はアマチュアと戦いたいと思います。応援ありがとうございました。はい、ありがとうございました。身の程知ろうと思います。いやもうサッカーはコリゴリやね。いや浜も見たくねえよ。ねえ、痛い目負ったね。おい、これで終わると思うなよ。終わりじゃないの。やったれ、任せ。へいへい、八代さんよ。次はですね、リズムで勝てるんか分からんけど、まあ、リズムで勝負です。次回のレバカツ大パンはリズム天国でございます。楽しくリズムで大盛り上がりのはずが。あ、落ち着いてお客さん、ゲーム番組にあるまじき事件勃発です。スタジオ大爆笑。個人配信でやってた、多分あれてたね、これ。あれてたね。過去一の問題作をご覚悟ください。レバガチャ大パン。どこからがおじさんなんでしょうね。一応世間に聞くと42位ぐらいかららしいですよ。だから八代さん、僕たちまだまだ若いですよね。